皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。えー、本日のテーマはですね、えー、皆様への感謝の言葉です。その中身はですね、えー、この動画で、えー、ちょうど投稿500本目となりました。はい。えー、本当にいつもありがとうございます。えー、もう皆様にあの、本当に、あの、支えられている感を、もう、 何ですかね日に日に強く感じるようになっています。はい。ちょうど開始したのが、あ2020年の8月の13日だったんですね。で、まあ1年ちょっとですか。えー、1年と3ヶ月、4ヶ月ぐらいかな経ちましてね。で、まあ、その中でずっといろいろ取ってきましたけども、えーまあ、一応500本目となりました。まあ、あのー、本当に、 まあ、そもそもはですね、その自分のいろいろ、まあ、これまでね、動画を見てくださってる方はあのご存知かと思うんですけど、まあ、自分の趣味があって、そして、えーまあ、父が2019年に亡くなりましてで、その父との思い出ということをいろいろこうやっぱり、なんかこう語っておきたいなという思いもあり、そして私の息子や妻とのね、 そしてまあ母ですね、えー、のそのいろんなまた思い出もそこにえいろいろ記録できたらなって思ったりそしてあの、まあ、これがもう一つここの大きな理由になるんですけど私がまあしているちょっと仕事に絡むところでですねその練習自分を鍛えていくという。 いうところがあって、まあ、始めたということだったんですけども、えー、ところがですね、その間の、まあ、中でですね、えー、交流ということでは、本当にあの、たくさんの方に、えー、支えてもらってるなって思います。えーと、今も、ここ最近もですね、本当にその、あの、 こうお知り合いというかね友達になっていただいた方があの何人かいらっしゃいましてでまたねそれはあの別途動画を作るんですけどもあのプレゼントをね、えー、あの用意してますということで送ってくださっている方もいらっしゃって。 ね、そ,のその時にまだその,あの方のアカウント名などは言いたいと思いますけれども、まあ、とにかく今日はね、まあ、あの皆さんということでいきますけれども本当にもうありがとうございますで毎日のようにコメントをくださる方とかもしくはそのテーマにそ,のそんなに詳しくなくてもねあの何,が何かこうコメントを送ってあげようという気持ちが本当になんか見える、えー、どうあのコメントをくださる方も多くてですね本当にあのもう感謝。 えー、指導したなとというとこを強く感じてます、はい、で、まあ今交流の話しまして、で、その次にですね、毎日投稿、それから台本なし、編集なしの一発収録というとこなんですけど、あの、な,なんで、まあ、そもそも毎日投稿してるのというとこね。それからなんで台本なしで編集なしで一発収録なのというとこなんですけど、うん、あの、まあとにかくこう、 三日坊主にならないようにということと、で、自分の中でその、まあ、目的がありますと、まあ仕事に絡むところなんですけども、がありまして、日々その自分のこの喋くり、喋くりというところを鍛えたいという思いがあって、えー、その、ね、それ編集をしてどうこうしてたら、それもっともっとね、あの、ものすごく見,え見栄えのいいね、多分、あの、チャンネルになると思うんですけどもね。 まあ言え、言わばこういうものもいっぱいあるのでね、もっともっとなるんだろうなと思うんですけど、まあ、そこじゃなくて、えー、私の中ではとにかくその、それらを、の魅力を、えー、最大限に出しつつも、お毎日、えー、すると、毎日、その、鍛えていき,いきたいという思いがあるという点、そして、えー、台本なし、編集なしというのは同じくなんですね。もう、それも、 まあ、およそ喋ることは決めてますけど、えー、それをこう棒読みのようにしちゃうのも、これまた意味がなくって、自分の中ではね。そして編集なしというところも、いえば、まあ、一発勝負というところですよね。うん、いうところで。ただ、あの、誤解があってはいけないんですけど、これも前からお伝えしてるんですが、一発収録というのは、例えば、そうですね、5分ぐらい喋って、失敗した、ね、えー、なんかアクセントがあったとかなるじゃないですか。その時は、 あの、それを、もう言えば動画を、その動画をもう消してしまって、最初からもう一度全部撮るという意味の一発収録なんで、もう、ワンテイクしかしてませんっていう意味ではありませんので、それは、あの、誤解のないようにお願いします。はい。うん。だから、あの、まあ、とにかく、 なんですかね、まあそこのところがあって、あの中にはコメントでですね、その毎日投稿というところはど,どうなんだろうとね、それはあの、良かれと思って言ってくださってるんですよ。全然それに対しては、あの、そきっとそうだろうなという思いはわかるので、だけど私の中では、その、やっぱり毎日っていうところでの自分を磨きたいというところ、そして編集をしてしまうと、 まあ失敗するのも何でもありになってしまうかな。そこを言えば削ればいいわけなんで。うん、っていうところだとか。で、その何か加工での魅力をどうこうじゃなくて、えー、しゃべりでそれを持っていけるっていう力を磨きたいんですよね。うん、なのであの、お見苦しい点、お聞き苦しい点はね、きっとあると思うんです。なんだけども、あのそのようにしてます。 はい。まあ、ああの、今のところですね、これ、ま、500本目となりましたけど、今で登録者様が、1213名様ぐらいですかね。はい。だったと思います。変動があるのでよくわからないところがありますけどもね。まあ、あの、おそらくその、回、と、なんつうのね、視聴者、視聴回数ですか。 視聴回数で言うとですね、おそらくあの、も、え、う、ー、そのもう本当にね、もう伸びているチャンネルとか皆さんが、えー、足を止められるようなあチャンネルのようにはおそらくなってないんだろうなとは、それは思ってます。はい。まあ、そうですね、バズっても今、わあ、すごい伸びたねーっていうので、一気に来て600とかいうとこがありますけど、でも普段は、 40から50ぐらいですからね。はい。まあ、でもそれはいいんです。そこをも,もう、一人でも見てくださってる方がいらっしゃるのでね。あの、そういう意味で、そこでコメントもいただけるしね。うん。で、自分の練習にもなってるのでね。うん。あの、本当にありがとうございます。あの、本当はもうここでね、いろんな方のハンドルネームを言いたいとこなんですけど、あの、お一人言っちゃうとね、えー、あの、人言ってなかったなとかってなっちゃうと、またそれは申し訳ないので、えー、もうこの、 皆様への感謝の言葉の時はね、ちょっと個人のハンドルメームはもう出さないようにしています。また、あの、別途ね、ちょっと考えてることはありますので、その時に、えー、お付き合い願えたらと思っております。はい。というわけで、まあ、ね、ここにいろいろ並べてますけど、まあ、基本は映画ですね。映画がまず一つ、そして特撮と。ね、もう私のやっぱり生活というか、人生というか、を、 支えているものの、この、こういうエンターテイメントね、エンタメの世界では、やっぱり映画と特撮はもう大きいですね。うん、やっぱり父に教えてもらったその映画、ね、で、まあ、父が亡くなってからも、こうやって映画を通じて、今でもこう、なんか父と会話をしているような感があるので、いいものを教えてくれたよなって思ってますし、まあ、その流れがね、あの、私の今の5歳の息子にも、まあ、ちょっと言ってるのかなと。 いいう気もしています、はいまあ、本当にあのこれからね、えー、まだまだあの投稿していきますのでお付き合い願えたらとあの毎日投稿は続けようと思います。体調が悪いとかもう家族の一大事とかいろいろその時はもうどうしようもなくてすいませんが、えー、毎日投稿したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ね、特撮人も、ね、やっぱりこのの代表格の人たちに限らず も特撮そしてアニメやジャズも好きなんでジャズとかねレコードですねはいもう投稿していきたいと思ってますのでどうぞこれからもあの末永くお付き合いしていただけたらなと思っております、えー、またあのこんなチャンネル見たよと言っていただけでもあのお友達お知り合いに行っていただけたらそれはまた嬉しいですしそこで交流が新たな交流が生まれても嬉しいなと思っておりますはい というようなことを台本なしでずっと今喋った感じなんですね。まあ、こんな感じなんですよ。えぇ、ー、どうですかね。えー、初めて見てくださった方、あーどんな風にお感じになりましたでしょうか。はい。えー、それでは、あの、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。えー、どうぞこれからまたコメント等を通じて、えー、交流していただければと思います。はい。えー、本日もありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。